ミランダ対アリゾナ州事件は犯罪被疑者の所持する権利を支持したアメリカ合衆国最高裁判所の判決の一つ。強姦罪、誘拐罪の罪に問われたアーネスト・ミランダが弁護人を同席させる権利があることを知らされないまま、要をされた自白内容を根拠にアリゾナ州裁判所で有罪判決を言い渡された事件に橋を発するものである。 この事件を契機として、アメリカ合衆国際高裁判所は判決の中で、警察に対し、ミランダ警告として知られる告知を、逮捕時に行うことを義務付けた。1960年代、被告に法的支援を与える運動が様々な、弁護士会の集約的行動から持ち上がった。民法の領域では、リンドン B ・ジョンソン大統領の、偉大なる社会プログラムの下に、 リーガルサービスズ社を創設することにつながった。ミランダ事件の密接な予兆となるエスコベド対イリノイ州事件は警察の尋問の間に相談人の同席を規定した。この概念は多くの者が野蛮で不正と考えていた警察の尋問行動に関する関心に広がった。高圧的な尋問術は当時の俗語で第3級と呼ばれていた。 1963年3月、アーネスト・アルトゥーロ・ミランダが強盗罪で逮捕された。ミランダは後に2日前に18歳の女性を強姦したことを自白した。裁判では検察がミランダの自白を証拠として提出しただけでなく、犠牲者がミランダを襲撃者として肯定的に同定したことも証拠として提出していた。 ミランダは強姦と誘拐の罪で有罪とされ、それぞれに20年から30年の禁錮を言い渡されたが、それぞれの刑期は同時に進行することとされた。ミランダの公選弁護人ジョン・ジェイ・フリンは、アリゾナ州最高裁判所に控訴し、同最高裁判所も下級審の判決を指示した。この指示において、アリゾナ州最高裁判所は、ミランダが、 具体的に弁護士を要請しなかったという事実を重視した。元検察官でアメリカ合衆国最高裁判所長官の r オーレンは判決理由を述べて被疑者がその権利を知らされ被疑者がそれを放棄したのでなければアメリカ合衆国憲法修正第5条の自己不在条項と同第6条の弁護士の援助を得る権利に照らして警察の拘知所における 尋問の高圧的な性格のために、いかなる自白も受け入れられないと裁定した。かくして、ミランダの有罪判決は破棄された。拘置所にいる人は、尋問に先立ち、目標を行使する権利があること、及び、彼が言うことはすべて法廷で、彼に不利に使われる可能性があることを明白に伝えられなければならない。また弁護士に相談する権利、 尋問中に弁護士を同席させる権利、さらには被疑者に支払い能力がない場合は彼の代理を務める弁護士が指名されることを明白に伝えられなければならない。判決では被疑者がその権利を実行することを選んだ場合に起こることも明確にした。その個人がいかなる方法であっても尋問の前あるいは尋問中のいかなる時にも 目標を通す意思を表明した場合、尋問は終わらなければならない。もしその個人が弁護士を望むと表明するときは、弁護士が同席するまで尋問を中断しなければならない。このときその個人は弁護士と相談する機会を与えられなければならず、その後の尋問に弁護士を同席させなければならない。ブレナン判事のミランダ判決に関する。 コメントアメリカ自由人権協会が最高裁判所に、警察でのすべての尋問には、警察署付き弁護士の同席を義務付けるよう要請したが、ウォーレンはそこまでやることを拒否し、即座に弁護士を要求することは、被疑者の利益を守ることになると示唆することも含めて、拒否した。どちらにしても有能な弁護士であれば、警察に何も言わないように依頼者に、忠告するであろうから、 尋問は無益になるものと考えられた。ウォーレンは FBI が実際にやっている方法をや軍事司法統一法典の規則で、そのどちらも被疑者に目標を行使する権利があることを伝えるように要求していることを指摘した。FBI の警告には弁護士に相談する権利を告げることも含まれていた。しかし、 不同意だった判事たちは提案された警告が究極的に大きな効果につながると考えた。一旦警告された被疑者は常に弁護士を要求し、警察が自白を求める能力を否定すると明らかに考え、その結果高圧的尋問の問題に過剰に反応すると非難した。ハーラン判事はその意義の中でアメリカ合衆国憲法の文章においても、 精神においても、また判例においても、憲法の責任を充足するという名目でこれほど、裁判所が軽率に採用した不器用で一方的な行動を規定するものはない、と書いていた。ハーランは、元判事のロバート H ・ H. ジャクソンが、この裁判所は、憲法という神殿に新しい話を永久的に付け加えていくのであり、その神殿は一つの話であまりに多くのものが、 付け加えられた時には崩壊の道をたどると発言したことを引用してその発言を締めくくった。トムシー・クラーク判事の表明した別の意義ではウォーレンの判決があまりに遠くまであまりに早く行き過ぎたと述べていた。クラーク判事はその代わりにヘインズ対ワシントン州事件でゴールドバーグ判事が公表した事態の総合性テストを使うとした。 このテストで裁判所は次のようになると述べた。各事件で警察官が拘置所での尋問前に被疑者が尋問に際して相談人の同席を求めることができ、裁判所は被疑者が貧しくて相談人を雇えない場合はその要請に応じて相談人を指名するという警告を付け加えたかを考慮する。この警告がない場合、 その州は相談人のことが知らされ意図的にそれが放棄されたことを証明するか必要な警告を与えられなかったことを含み自白が明らかに自発的なものであることを事態の総合性で証明する責めがあることになる。ミランダは再審査されこの時は検察が自白を証拠に用いなかったが目撃者を呼び他の証拠を使った。 ミランダは1967年に有罪とされ、20年、ないし30年の銀行を宣告された。ミランダは1972年に仮釈放された。釈放後は、元の居住地域に戻り、警官のミランダカードを執筆して静かに暮らした。ミランダは1976年1月31日に、酒場で喧嘩になり、刺されて死んだ。 ミランダ判決の後、国中の警察署は逮捕された者に、ミランダ警告と呼ばれた規則のもとにその権利を教えるよう要求された。ミランダ判決は、判決に示されたように被疑者にその権利を告げるのは、多くの者が不公平だと感じたので、広く批判された。後のリチャード・ニクソン大統領や他の保守派は、警察の効率を損なうものだと非難し、 犯罪の増加につながるものだと主張した。ニクソンは大統領になるときに厳格な公正主義で司法抑制を実行するであろう裁判官を指名すると約束した。法の強制を支持する者の多くは判決の警官に対する消極的見解に激怒した。連邦政府の1968年総合犯罪防止安全市街地方は 連邦犯罪事件に対して、ミランダ判決を覆し、ミランダ以前に行われていた事態の総合性を復活させることが目された。現在でも 18US コード3501として、法典に載っている、この法の規定の有効性については、司法省が刑事裁判に自白を証拠として採用させるために、 この法には頼ろうとしなかったのでその後の30年間判断材料とされなかった。ミランダ判決はミランダ警告にいくらかの例外を認めるとみられる。その後の判例で弱められ、修正第5条の必然的帰結であるという主張も弱くなってきた。しかし時が経過するにつれてミランダ警告は身近なものとなり広く受け入れられてきた。この判決以降のテレビでは、 警官がミランダの権利を被疑者に読み上げるシーンが普通になり逮捕場面では当然の要素になってきたアメリカ人はこの警告が警察の尋問の合法性について改善されていると考え始めた実際に多くの被疑者がミランダの権利を放棄し自白してきた被疑者がその権利を理解することを求められるのが通常になったので裁判所はその後に ミランダの権利を放棄した者はその権利を知っており、知識があり、自発的だったものとも最低した。多くのアメリカの警察署は、尋問が発生する場合に、被疑者が署名し日付を記すミランダの権利の放棄書を印刷して備えた。しかし、知っており、知識があり、自発的であるという文言は、被疑者が、 合理的に自分の行うことを理解しており、高圧的に法規書に署名させられてはいないと見えることを意味するだけである。最高裁判所は、コロラド州大コンリー事件で、被疑者がその時実際に正気ではなかったかどうかには、関わらないと裁定した。ミランダの基準に違反して得られた自白は、それでも、 被告の証言に疑いを投げかける目的で使われてきた可能性がある。すなわち、被告が裁判にかけられ、検察が被告の信頼性を攻撃するために、以前の矛盾した供述として、その自白を紹介したい場合、ミランダの権利はこれを禁じていない。被告が拘留されている時の自発的な供述は、被告がミランダの警告を与えられておらず、 あるいは相談する権利を行使し、弁護士がまだ同席していなかった場合であっても、有罪を呼び込む反応を生みそうな警察による質問や行動に対する反応で、その供述がなされていない限り、証拠として認められる。尋問前にミランダの警告が与えられるという要求事項に対して、公の安全という例外もある。例えば、 被告が捜査する者のいない住の場所について、情報を持っているか、あるいは大衆を守るために、緊急の類似した状況がある場合は、被告は、警告や、その応答をなくして尋問され、有罪とするものであっても、証拠として採用される。2009年、カリフォルニア州最高裁判所は、ある少女が64日間行方不明となり、 後に殺されていることが分かったという事実にもかかわらず、リチャード・アレン・デイビスに対して、校の安全例外を適用し、有罪とした。ミランダの支持者及び反対者双方による多くの実証的研究によって、ミランダの警告を与えることは、被疑者が弁護士なしで警察に証言することに同意するかについてはほとんど効果がないと結論づけた。しかし、 法学教授のポールカッセルを代表とするミランダの反対者は警報被疑者の三内市4%はまだ高すぎる代償であると主張している。アメリカ合衆国議会がミランダを覆すことの有効性が試されたディッカーソン対アメリカ合衆国事件ではミランダが強力な意義を抑えて生き残った。問題は ミランダの警告がアメリカ合衆国憲法で実際に強制されているか、あるいはむしろ単に司法政策の事項として法制化される手段だということかだった。ディッカーソン対アメリカ合衆国事件で最高裁判所は7対2の表決により、ウィリアム・レンキスト長官の発言により、警告は我々国民の文化の一部になってきたと裁定した。アントニン・スカリア・の意義では、 ミランダの警告が憲法で求められているのではないと主張し、この時の裁判の多数派、自分自身、レンキスト長官、ケネディ、オコーナー及びトーマス各判事に実証した、人揃いの判例は、ミランダを審判することは憲法を審判することではないと考えるとして記録されたと引用した。ディッカーソン事件は、奇抜な状況下で判決にたどり着いた。 ビル・クリントン政権でのアメリカ合衆国司法省は、ミランダを有効と取り扱ったが、第4巡回裁判所が、カッセル教授の提案を採用し、アメリカ合衆国議会が、ミランダを、総合犯罪防止、安全市街地方で置き換えたと裁定した後は、最高裁判所は巡回裁判所で意見が分かれる、ことを避けるために移送命令書を認めざるを得なかった。 アメリカ合衆国省務長官がその方の合憲性を守ることを拒否したので最高裁判所はカッセル教授を招いてミランダの有効性に対する反論をさせた。時が経過し尋問者たちはミランダの精神ではなくて文章を重んじる技術の考案を始めた。水売り集大シーバート事件では最高裁判所がより議論の多い観光の一つを止めさせた。 ミズーリ州警察は、意図的に、ミランダの警告を控えておいて、被疑者が自白するまで尋問をし、その後に警告を与えて法規章へ、再度自白を得た。スーター判事は多数意見について、ミランダの本質を抜くように策謀した。戦略家は、リッカーソンで、議会は法によっては実行できないと主張したことを、訓練指導書によって達成できなかった。と記した。 ミランダ規則は、拘置所における、警察尋問の生産物である、刑事事件の証言証拠の利用に適用されている。ミランダの相談する権利と目標を通す権利は、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己不在条項から得られている。それゆえに、ミランダを適用するには次の6つの要素がなくては、ならない。 証拠が集められていなければならない証拠は証言で、なければならない証拠は、被疑者が放置されている時に得られたものでなければならない。証拠は尋問の産物でなければならない尋問は、州のエージェントによって行われたものでなければならない。証拠は、刑事告発の間に州によって提出されなければならない。この最初の要求は明白である。 被疑者が尋問の間に一言も供述しないならば、そのミランダの権利を教えられていないという事実は重要でない。第2のミランダ規則は修正第5条で規定される、証言証拠にのみ適用される。修正第5条の目的のために、証言は明らかにあるいは暗黙に事実関係を述べるか情報を明かした対話を意味している。 ミランダ規則は有罪にするか不利な証拠を生む、可能性がある断定的ではない行動に人が関わる、要強制することを禁じてはいない。したがって、被疑者に手書き文字を書かせるか音声標本、指紋、DNA 標本、毛髪標本を呼び、歯型を取るような識別手続きに参加させることは、ミランダ規則の中のことではない。そのような身体的あるいは、 現実の証拠は、非証言であり、修正第5条の自己不在条項で守られてはいない。一方、ある種の口頭ではない行動は、証言になり得る。例えば、被疑者が、お前は、犠牲者を殺したかという質問に頭を上下させて、反応した場合は、その行動が証言である。その行動は、はい、私がやりましたと言っているのと同じであり、ラんだ規則が適用される。 ミランダ規則の第三証拠は被疑者が拘置されている時に得られたものでなければならない。この制限はミランダの目的が逮捕に付随する警察が支配する雰囲気に特有の強制から被疑者を守るという事実に従っている。拘置は被疑者が逮捕されているかその行動の自由が正式な逮捕に伴う程度に拘束されていることを意味している。 正式の逮捕は、ある警官が逮捕する意図を持って、身体的に強制するか、そのものを逮捕する意図を示した警官の完成下に、そのものが出頭するかという手段で、そのものを拘置した時に発生する。あるものに、逮捕されたと告げることは、そのものが、他の方法で、身体的に拘束されていない場合でも、この要求を満たすには十分である。正式な逮捕ではない場合、 被疑者の立場で理性ある人が自分は逮捕されていると信じるかどうかにかかっている。この目的テストを適用するために最高裁判所はミランダが提出させた運転手への該当質問、あるいは街で短時間呼び止めた人への質問、いわゆるテリーストップには適用されないとした。この運転手や歩行者が自由に立ち去ることができなかったとしても、 この行動の自由への干渉は、修正第5条の目的とする構知とは考えられない。これと同様に、尋問される目的で、自発的に警察署に来た者は構知されておらず、特に警察が被疑者に逮捕されてはおらず、立ち去り自由と伝えたときは、ミランダの警告には当たらないと裁定した。ミランダ規則の第4、証拠は尋問の産物でなければならない。 拘置署にいる人による自発的供述はミランダを巻き込まない。ロードアイランド集隊イニス事件で最高裁判所は尋問を明白な質問と定義し警察の側の言葉や行動は被疑者から不利な反応を引き出す可能性がかなり強いことを警察は知っておくべきであるとした。かくして警察が被疑者から不利な反応を引き出す。 可能性がかなり強いことを警察は知っておくべき習慣が尋問に等しい。例えば、被疑者を不利な証拠に直面させることは警官が明白にあなたはこれをどう説明するかと聞いているので十分に尋問に等しいものを想起させうる。一方、警官の発言や行動の予期できない結果は尋問とはならない。この定義によれば、 飲酒検査の間の決まり文句は、ミランダを意味しない。例えば、酒酔い運転の者を逮捕し飲酒検知テストを、するために、警察署に連れて行った警官である。警察署にいる時の警官は、歩けとか回れ、一本足で立てとか自分の鼻を刺せと、いったある種精神物理学テストを行うよう被告に、求める場合もある。被逮捕者にどうやって、テストをするか、どうやって、 テストに対応するかを教授するのは通常の観光である。この教授の間にシラフの時でもそんなことはできないというような非対捕者によってなされる不利な陳述は尋問の産物とはされない。同様に車などの資産を探すために同意を求めたことへの反応でなされた不利な陳述は尋問の産物とは考えられない。ミランダ規則の第5尋問は 州のエージェントによって行われたものでなければならない。修正第5条に規定する被告の権利侵害を実証するために、被告は州の行動を示さなければならない。ミランダの文章において、これは尋問が州のエージェントだとわかるものによって行われたものでなければならないことを意味している。もし尋問が被疑者にとっては、法の執行官であるとわかる人によって、 行われるならば、州の行動規定は疑いもなく合致している。一方、一般市民が証言を得る場合には、その供述を取り巻く環境が、拘置所であっても、州の行動にはならない。隠密の警官による尋問を通じた自白、あるいはもし被疑者が警官によって質問されていると知らなかった場合には、強制もなく、警察が、 支配的な雰囲気もないので、出てきた情報はミランダを侵犯していない。私的な警備員と、施設の警官は特別な問題を提起する。彼らは、一般的に州のエージェントとは理解されない。しかし、警備員を副業とする警官によって行われた、尋問は、警官が常に、公務にあると考えられるので、ミランダの保護条項を満たす引き金になるかもしれない。ミランダ規則の、 第6、証拠は刑事告発の間に州によって提出されなければならない。この排他的規則の下でミランダに欠陥のある供述は検察によって有罪を示す証拠として利用できない。しかし修正第5条の排他的規則は刑法手続きにのみ適用される。特別な手続きが刑法のものであるかを決めるときに裁判所は課すことのできる。 制裁の懲罰的性格を見ることになる。問題は被告に不利になる結果が懲罰的として性格づけられるかということである。有罪となれば被告に過料が課せられるか投獄されるので刑事裁判は明らかに刑事手続きである。しかし自由を失わせる可能性はその手続きを全く警報的性格にするものではない。例えば、 収容手続きは長期間の拘束になったとしても、その拘束が、性格的に公正のためであって、懲罰のためではないために、警報手続きではない。同様に保護観察取り消し手続きは、証拠が、不可的懲罰を課す根拠として使われないので、ミランダが直接適用されない。これら6つの要素があって、ミランダが適用されるとみなされ、被疑者が、その、 ミランダの権利を知らされ、被疑者が自発的にその権利を放棄するか状況によって、ミランダ規則の例外になるということを検察が示せなければ、陳述は抑制される。被告は、州憲法及び州刑事犯罪手続き法の規定で、陳述を受け入れることに、異議申し立てもできる。いかなる尋問を始める前にも、警官は、被疑者に対し、 You've the right to remain silent.anything you say can and will be used against you.in, a c o u r to f law y o u v e the right to have an attorney.present before and during questioning.if you cannot afford an attorney.one will be provided for you. という被疑者の持つ権利を告げて認識させる必要があり、警官による、常述の告知を一般に、ミランダ警告と呼ぶ。 権利の本質が被疑者に正しく伝達されることを目的としているため、正確な言葉遣いまでは特に規定されておらず、被疑者にその権利を伝えるときは、口頭でも文書でも良い。被疑者にその権利を単純に告げることは、ミランダ規則を十分に満たすことにはならない。被疑者は尋問に進む前に、ミランダの権利を自発的に放棄しなければならない。 明確な放棄は必ずしも必要でない。しかし、大半の法執行官は、被疑者がその権利を放棄することを表明するように、工夫された質問を含む、権利放棄書を使う。典型的な放棄に関する質問はあなたはこれらの、権利を理解できましたかこれらの権利のそれぞれを理解して、弁護士が同席しなくても警官に話すことを、望みますかとなっている。 放棄については知っており知識があらねばならないし自発的であらねばならない。これらは別々の要求である。最初の要求事項を満たすために州は被疑者がその権利を理解したことを示す必要がありそれらの権利を実行した結果を理解したことを示す必要がある。放棄が自発的であることを示すために州は権利放棄の決断が 警察の強制ではないことを示す必要がある。もし警察の強要が示されるか明白である場合は、告発された者の,の性格と警察が遂行した、高圧的性格の特性とに焦点を当てる事態の総合性の下で、裁判所は放棄の自発性を判断することに進む。究極の問題は、事態の総合性の下で、高圧的な警察の行動が、 個人の意思に打ち勝つだけのものがあったかということである。上にも述べたように、裁判所は、この判断をするにあたって、伝統的に2種類の要素を重視した。被疑者の個性、放棄につながった状況、である。しかし、最高裁判所は、コロラド州大、コンリー事件判決で著しく自発性の標準を変えた。コンリー事件では、警察の高圧的行動は、 自白が修正第14条の適正手続き条項の意味する範囲内で自発的ではないという見識に必要な前提であると裁定した。最高裁判所は被疑者の修正第5条、ミランダの権利の放棄が自発的かを判断するためにこの同じ自発性の基準を適用してきた。かくしてミランダの権利の放棄は 被告がその権利を放棄し警官に話をする決断をしたことが、その自由意志を打ちまかす警官の誤った行動や、強圧の産物であると証明できない限り、自発的であるとされた。コンリー事件の後も、伝統的な事態の総合性分析は、被告がまず警察の強要を示すことができない限り、そこに進むことすらない。コンリー事件の判断では、被疑者の決断が、 合理的配慮の産物である必要はない。法規が自発的であることを示すのに加えて、検察は法規について知っており、知識があることも示さなければならない。基本的にこのことは、被疑者がその権利の基本とその権利を実行する結果の評価を理解していることを、検察が証明しなければならないことを意味している。分析の焦点は、 被疑者の性格に直接置かれている。もし被疑者がアルコールや薬物の影響下にあるか、感情的あるいは精神的状態が実質的に合理的な判断能力を損なっているような状態にあれば、裁判所は被疑者の放棄が知っており知識があるのではないと判断することになるだろう。放棄は明白で絶対的なものでなければならない。 曖昧な表現は放棄として無効であり、警察は被疑者の意図が明白にされるまで尋問に進んではならない。放棄が明白であるという要求は尋問が始まった後で被疑者がそのミランダの権利について曖昧な主張をする状況とは区別されることになる。放棄の後で被疑者がそのミランダの権利を主張することは 明白で絶対的なものでなければならない。曖昧さがあることは無効とされる。もし被疑者の主張が曖昧であるなら、尋問官は、被疑者の意図を明らかにする質問を許されるが、そうする必要があるのでもない。還元すれば、被疑者の主張が曖昧であるなら、警官は、被疑者の意図を明確にしようとするか、その無効な主張を単に無視して、 尋問を続行するかである。この主張のタイミングは重要である。逮捕される前に弁護士を請求することは、ミランダの権利が拘置中の尋問にのみ、適用されるので何の関わりもない。警官は単にその要求を無視し、質問を続ければよいが、被疑者は立ち去り自由でもある。もし被告が、目秘権を主張するならば、 すべての尋問は即座に停止されなければならず、警官が被告の主張に綿密な注意を払って尋問再開前に有効な放棄を得られなければ尋問を再開できない。警官が被告の主張に綿密な注意を払ったかを判断するとき、裁判所は事態の総合性テストを適用する。最も重要な要素は、 最初の尋問が停止された時と2回目の尋問が、始まり尋問再開前に、ミランダの権利を新たに設定した時との間の時間の長さである。修正第5条の相談する権利に関する主張の結果は厳密である。警官は即座に、すべての尋問を停止し、相談人が同席するか、被告自身の意思で警官と接触するのでなければ、尋問の再開はできない。 被告が再会の接触を行うならば、尋問を再開する前に、有効な法規章を得なければならない。ミランダの6つの規則が満たされているものとして、供述内容が、ミランダの規則の例外にあたることを検察が、実証できなければ、ミランダの規則が適用される。例外は3つあり、型通りの容疑者逮捕手続き質問の例外、監獄内情報提供者の例外、及び、 公的安全の例外である。三番目のものだけは、間違いなく真の例外であり、最初の二つは、ミランダの要素と一致して見られる方が良い。例えば、逮捕や、保護収容の管理的手続きの一部として、定型的に尋ねられる質問は、有罪に落とす答えを生ませる意図がなく、そうならない可能性が強いので、ミランダの権利の下での尋問とは考えられない。 それでも三つの状況すべてがこの規則に対する例外として扱われる。監獄内情報を提供者の例外は被疑者が州のエージェントに話していることを知らない状況に適用される。ある警官が仲間の囚人のふりをするか、州のためのエージェントとして働く同房者、あるいは州に協力することに同意した家族の一員か、 友人が有罪とする情報を得た場合のどちらかである。この例外が適用される可能性は小さい。一旦被疑者が正式に告発されると修正第6条の相談する権利が付けられ、秘密の尋問は禁じられる。公的安全の例外は、その時の状況で公的安全に対する危険が明白に存在するとき、 および警官が緊急事態を終わらせることのできる情報を被疑者が持っていると信じるに足る理由を持っているときに適用される。ミランダの規則の審判、すなわち6つの要素がありかなる例外も適用されないとき、被疑者の供述はミランダの配達規則のもとに抑制される。すなわち被告が抑制の提案に反対し、あるいは申し立てするならば、 排他規則によって検察が有罪証拠としてその供述を提出することを禁じることになる。しかし、供述は被告の証言に疑問を投げかけるためには使うことができる。さらに、独自の果実原則は適用されない。独自の果実原則はミランダの審判には適用されないので、排他性規則の例外、規迫化、独立した。 情報源及び不可否的発見の法理は働くようになることはない。それゆえに派生証拠は十分に許容される。例えば、被疑者が目秘権行使を主張した後で警官が拘置中の尋問を続ける。被疑者が権利主張した後の真実の中で殺人に使用した拳銃のありかを警官に告げる。この情報によって警官が拳銃を見つける。 法医学的な試験でその拳銃が殺人の狂気として同定され検察によって重要証拠として提出されるが拳銃自体と関連する法医学的証拠は抑制されることはない規則は司法権管轄によって異なるが一般に証拠の許容性を争うという人はその憲法に保障される権利を侵害して得られたという根拠で 次の手続き規定に従わねばならない。被告は一つの申し立てを提訴しなければならない。その申し立ては書面によらなければならない。その申し立ては裁判の前に提訴しなければならない。その申し立ては被告が証拠の抑圧を求める事実と法の根拠を主張しなければならない。その申し立ては先生教術書あるいはその他の 書類証拠によって指示されなければならない。その申し立ては州において供されねばならない。この手続き規定を満足できないときは、申し立ての簡易却下になる可能性がある。もし被告が手続き規定を満足させるときは、その申し立ては、通常、陪審員のいない席で判事によって検討される。判事は証拠について審問し、事実を判断し、 法的判断を下し、申し立てを受け入れるか拒絶するかの命令を出す。ありがとうございます。